はい、お疲れ様でした。今日も疲れた疲労困憊ね、もう助けてちょうだい。朝ごはんだよ。今日は目玉焼き3つにゆで卵、新しい。そして昨日のとんかつのですね、余りを焼いたやつです。はい、口がね美味しいんだけど、まあとんかつを溶きさないということで焼かせていただきました。さあこちらもそうだよ、はい、これくにくんのねえ、大人の大人と一緒のお弁当。あ、ちょっと待ってよ。ジバニャン入れ忘れたね。はい、ジバニャン、ね、妖怪ウォッチ何も知らないからね。まあでもいいか。さあこんな感じ。はい、今日はエビフライ、そして昨日のねとんかつの余りの縁ですね、縁をこんがりと焼かせていただきました。そしてチキチキボンねも入らない。そして人気のないマカロニサラダ、なんか野菜っぽいも入れとかないとね、なんか緑入れないとなんかもうね、揚げ物ばっかりかよとか言われる。揚げ物しか食わねえんだよ。というわけでお疲れ様でした。またどうぞよろしく。